はい、どうもブルーでございます。ブルーアーカイブ始めてみました。どんくらいだ、2月の7日とかのリリースでしたっけ、確か。だから1週間ぐらいかな、今が。で、僕が始めたのが、おかえり先生。じゃあガイドミッションで見ると6日目までだから、何日遅れぐらいなんだろうな、実際。次の依頼が入った。3週間、3週間じゃねえや、3、4日遅れなのかな。シャーレは便利屋と似ているところがあるように感じる。うん、お知らせ。特に書いてない。まあいいや。このゲームめちゃくちゃ面白いんですよね。おかえり先生。じゃあ仕事。なんだろう。俺がハマってる理由っていうのは、まあこういう可愛い女の子たちが武器とかを持ってやるっていうのはもう結構普通になってきてるじゃないですか。まあその中でも、めちゃくちゃ作り込まれてるなって思うんですよね。と見てもらうと、ここにしよっか、こういう感じで、まあそれぞれ舞台編成にいろいろあるんですよ。これ爆発バックとか書いてあるじゃないですか。これが定位置と、あと攻撃の手段で、さらにその左にあるのが自分が何型なのかっていうのを示してるんですよね。狙撃型で、縦の枠だとタンクみたいな、はい、まあ、そんな感じで、で今下にいる2つあるポジションはスペシャルって言って、サポート役ですね。この子たちがいると支援がメインのキャラに支援がいくと。だからこの子たちも結構重要で、基本はどうなんですかね、まだ始めたばっかりだからだけど、回復2枚入れてますね。ちょっとやってみようか。この作り込みが半端なくて、こう遮蔽物に勝手に隠れてくる。オートは進めるけど、これね、補足しよう。これね、よく見てくれるとわかるんだけど、障害物に隠れたりとか、こう、移動し、が、それぞれこうして、自分の定位置を見つけて、そこに行くんですよね、役割通りに。敵のタイプもいろいろあって、こういう銃盾みたいなのを持ってるのは、貫通装備をしてるやつが強いとか、機械系とかだと爆弾の方がいいとか、こういうね、スキルとか。これはもう本当、なんていうのかな、もう、普通のザコモンスター、まあ、一体一体の、こういう硬いやつよりも、数打ち当たる的な感じで、どんどん撃破していって、まあ、DPS 稼いでいくって感じですね。DSP、DPS。まあ、これからどんな風になっていくのかちょっと楽しみなんですよね。ストーリー、もう、ちゃんと見ていかないと先に進まないようになってるんで、なかなかそこら辺も、ナイス、グッドかなっていう。で、決まりとしては、キャラの、まあ、生徒たち、生徒って言うんですけど、生徒たちの、
レベルのマックスは先生なんですよ、自分は、プレイヤーは。先生のレベルのマックスまでしか上がらないっていう。だから僕25なんで、この子たちもマックス25までしか上がらないと。で、このダメージ利益に見ていくと、こういう形で、あ、適性が高いとか低いとかも、これ見ただけでもやっぱりわかるっていうか、はい。硬い敵が多かったり、あとは、自分が軽装なのか、重装なのか、そういうのとかでも、なんだ、得意な、立地が、あるんでしょうね、ロケーションが。得意なロケーションがあるんですよ。よいしょ。次の依頼が入った。これで見ていくと、これ今、アタッカー攻撃タイプ、防御タイプじゃないですか。で、バック、爆発、重装甲。で、右側見ていくと、ここは都市型。市街地ですね。市街地が得意。遮蔽物が多いのと、まあ、崩せるものが多かったりするとか。で、こういう自然系は苦手。で、室内は苦手。屋内は苦手っていうような感じですね。まあ、屋内とか、自然のところとか、あるところとかっていうのは、まあ、爆発効果がちょっと薄くなっちゃうっていうね、のが多分あります、ね。で、この子は、軽装備に なると、今度はこういう風に変わってくる。この得意不得意を見て、パーティーの編成をしていくのと、あとはもっと慣れてきたらこのスキル合わせてやるとか、あとは神秘解放で、かけら集めて、神秘を集めて、レアリティを上げていくみたいな感じみたいですね。で、武器は、今んところ、ないですね、武器は。この子は、マシンガンじゃない、MG。で、防具だけはあるんですよね。で、ティアを上げていくって感じですね。まあ、装備のレベルなんですけど。で、あとはスキルを成長させるのに、成長させるアイテムが、まあ、必要と。で、これはどこに落ちてるとかも、こういう風に教えてくれるんで、とても楽です。だから超周回ゲーですね。で、回復は、1日20回まで可能で、最初30の正規石ですね。で、多分最終的には200から300ぐらいになるんじゃないかなと思って、もっといくかな思ってるんですけど、まあ、このゲーム、なんだろう、スタミナ回復が遅いんで、こういうカフェの収入っていうのがあるんですけど、これが1時間あたりの、これで回復していたりとかするっていう。それはどのような意味なのかしら。で、この快適度っていうのを上げていくことによって、カフェのランクが上がって、さらに保持できる収入のマックスの収入を増やせたり、1時間あたり の収入を増やせたりすると。だから結構めんどくさい感じもあるじゃないですか。こういうの好きな人もいると思うけど、俺結構めんどくさがりな方なんで、プリコネでも一切やらなかったんで、スターライト、レビュースターライトでもやんなかったし、これをやっぱりやっていくのはかなり重要で、そのためにこの製造っていうのがあったりとか、いろいろね、あるわけです。はい。この感じ、なんだか慣れ親しんだやつだね。これはちょっとすごく面白いですね。ブー先生、さまざまな授業やイベントが、自分のこと呼んでくれるんですよ。希望のスケジュールを選んでください。なんか VTuber じゃなくてボーカロイド的な感じで
喋る子なんですけど、なんかどういう風に喋らせるかっていう。俺だったらルーじゃないですか。で3文字以上にしろって言われて、ルー、ウー、伸ばし棒みたいな感じで、そうするとルー先生ってなるんです。なので、まあ結構ね、そういうとこも斬新だなと、攻めてくなというところがすごい面白いですね。あれ、これどうなってんだ？あとはなんかこういうメモリアルプロフィールみたいなのができたりもするみたいなんで、この子はまあ特別に最初から提供されてるあれでやつで、まったく大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてください。お小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。うん、だこういうのとかでまあちょっと癒されたりみたいなね。はい、まあこのゲームはちょっとかなりやり込むことになりそうですね。一応この戦術対抗戦という PVP もあるのと、今総力戦っていうのがあって、まあ要はレイドですかね。キボトスで行われる今ベータテスト中なんですけど、シャーレに担当してほしい。もうちょっとこの大型のやつに対してあのどれだけダメージを与えていけるかっていうのが重要なんで、まあ、ランキングがあるんですけど、まあ、やっぱり上位に上がるためにはそういうところをちょっと勉強する必要があるのかなっていう、まあ、そういうところをちょっと探して、まあ、動画にできたら嬉しいなっていうところですね。役に立てばなっていう。はい、こんなとこですかね、ゲームの紹介は。で募集っていうのはガチャで、10連召喚が1200で、この前バレンタインって言って1200くれたりとかするんで、おそらくプリコネ形式で結構石くれるんじゃねえかなって思ってます。うん、やっぱり神秘解放していくのにはこのシンナのかけら、要はキャラ被らせるとこれがたまるわけですよ。っていうことはっていう話なんですよね。なのでここら辺は結構ねこだわってやっていきたいですね。ガチャ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 やっていきたいですね。はい、というわけでね、ブルーアーカイブの紹介これで終わります。この後ね今募集できている、マシロちゃん正義実現委員会で紀藤あかりちゃんなんでね、ちょっと狙ってみようかなと思います。どうもここまでご視聴ありがとうございます。ブルーアーカイブ、のが面白そうだなって思ってくれた方は、もしよかったらグッジョブ、チャンネル登録してくれると俺の更新頻度が上がります。よろしく。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでした。お疲れ様です。